バザーと少年の話、バザーと少年の話、これはね私の子供の頃の話ですけども、小学校低学年、もう1年生2年生とかね、それからまあ幼稚園の可能性もあるけど、まあ大体小学校 1,2 年生だと考えてください。でそのぐらいの頃にバザーがあってね、近所の幼稚園かなんかで、で私が通っていた幼稚園じゃないかもしれないんだけど、まあとにかく近所ね、大きめなスペースってことですよね。そこでバザーがあると、で親がなんかバザーね、あの協力するんで、で当日に私たちもね、まあ、ちょっと手伝い行って、あとはバザーでね買い物するみたいな、そういうまあイベントというかね、お楽しみイベントみたいな、地域の子どもたちと、それからバザーするような、まあそういうね保護者の、あの地域の町内会の人がやってるみたいな、そういうイベントがあったんですね。それでよく覚えてるのは、まあいろいろねバザーのフリーマーケットみたいなもんですよ今で言うね。でみんながいらないものを持ち寄って店を出して、それで安く売ると、もうほとんどねいらないものなんで、捨てる寸前のものなんで、もう本当に100円とかそのぐらいで何でも買えちゃうみたいな、そういうもんなんですね。で私もですね、いくらかお金持たされて、これ好きなもの買ってきてって言われて、で私と近所の子のもう一人の連れの男の子とね、二人で行ったような気がするんだけども、まあ一人で行ってる可能性もあると、その辺はね誰と行ったか分からないけど、とにかく親とは行ってないね。親はまあ途中まで行って、で中のねその幼稚園の中では好きにね行って、で帰る時になったら、まあ、またね一緒に帰りましょうみたいな感じだと思うんですけども、まあ、家からすごい近いのでね、幼稚園も、まあ、帰ろうと思ったら小学校低学年でも帰れるんだけど、まあ一応そんな感じですかね。それでね、あのいろいろ回って、もうだいたいバザーの時間もね4時5時で終わっちゃうから、3時4時の終わり寸前みたいな時にですね、ある一つの店と言いますのもね、店というかそのスペースですね、フリーマーケットのスペース、こうそうですね、2メーターかける2メーターぐらいで、こう1畳の半分ぐらいで店のスペースが決まってて、一人この店のスペースっていう感じで、でそこをバッと並べてフリーマーケットみたいなの売るんですけども、そこにね店番の男の子がこう座っていて、で私と同じぐらいの小学校低学年ぐらいの男の子なんですよね。あれでも珍しいなと思って、だいたい保護者とかね、保護者と子供とかが店番するんだけども、そこの店はね、そこのスペースは男の子一人しかいなくって、つまり親がどっかね、あの別の仕事、別の作業してるので、片付けの作業とかね、だから男の子一人で店番してるんじゃないですかね。でまあ詳しく聞いてないか分からないけど、多分そういう感じ、ね、で私と同じような立場なんだけど、向こうは店側っていう、店番側って感じね。でなぜこれを覚えてるかっていうと、男の子の格好はね、ボーイスカウトのね、あの格好してたんですね。ボーイスカウトの格好っていうのは、あ短パンとかで、こうなんていうかな、あのそうですね、探検に行くようなそういう格好、帽子こそかぶってませんけど、スカーフちゃんとしてね。それで子供ながらにその違いは分かる、普通の服じゃないなっていうのは、制服だなってことが分かるわけね。でその時はボーイスカウトって特定できなくても、大人になって後からその記憶を思い出すと、あこれあの人、あの子はボーイスカウトの制服着てるんで、ボーイスカウトの集団なんだなと。もちろん親もね、あの協力すると思うんだけど、一応その地域のボーイスカウトの人がバザーにね協力して、多分店番足りないとこに派遣したりとか、いろいろ手伝いとかをねやってたんだもんね。でその店はその男を一人で店番して、で売りたい人買いたい人ね来たらこう応対するみたいな、私とほとんど同じような年齢なんですよ、小学校低学年で。偉いなと思って、それで気になってそこの店に寄ってですね、いろいろ買ったんですね。でそこの店のね売り物はね、なんか変なおもちゃみたいな、もう本当にお菓子のおまけみたいな、そういうおもちゃみたいなものを、あるいは不用品みたいな
ものをねバーって並べていて、それをですね1個10円とかで売ってるんですね。うん、子供の店番なら高いもんね、売らないし、そもそもバザーなんでね、不要品ですし、だから本当になんていうんですかね、もう100円もあれば結構買えるっていうね、そういう店なんでね、私は見ていて、でもう終わりかけですよね、バザーも。でお金使い切ろうと思って、ここでね、でね、私が買ったのは、ね、磁石よく覚えてるんですよ、磁石を買ったんですね。もちろん磁石ね、家に持ってないわけじゃないけども、普通 U 字型の磁石がありますよね、 U 字型の磁石で、そこのね店で売ってたのはね、こうボタン型の丸型のね、ボタン型の磁石ね、そうですね、それが重ねられるような、うん、ちょうどボタンのような円柱形のスライスしたような、それを重ねていくと円柱形になるみたいな、そういうもので、1個10円ぐらいで売って、あ、5個10円ぐらいで売ってて、でそれ何個も買って家にどっさりとね磁石を持って帰ったっていうのを思い出て、別に何に使うってわけじゃないんだけども、まあ磁石だくっつけて遊ぶみたいな、まあ、パズルとかブロック代わりにそれをね、買って帰ったんですけども、でまあそういうね思い出があって、まあ、それだけならね、幼き日のいい思い出なんだけども、高校生ぐらいになって、はい、高校生ぐらいになって、まあ、高校生同級生がいますよね。で1年生の時はどうか分かんないけど、2年生ぐらいは大体こうどのクラスにどういうやつがいるとかね、あるいはなんかこう特別クラスで一緒になったりとか、高校生ぐらいになるとこうクロスしますよね、そのクラスじゃなくても同じクラスじゃなくてもなんかでこう顔見知りになったりとか、なんかで あいついるなみたいな感じになったりとか、あいつ何組なんだなみたいな、喋ってなくてもですね、あいつなんか何組なんだなみたいな、あの背の高いやつは何組なんだなみたいな、そういうねことが分かりますよね。大体だんだんこう分かってきて、あれあいつ見たことあるなみたいな、そういうやつがいたわけですね。見たことあるやつがいると、あれでも中学校で同じ学校じゃないし、当然それ分かるからね、じゃあ小学校か、小学校もね同じ小学校じゃないんですよ、でもどっかで見たことあると思ったら、その小学校低学年で行った1回で聞いたバザーの店番の男の子だったんですね、多分。でこれ後から話しますけど、確定なんですけども、大体ね、あの店番の男の子だと思って、でもこっちがねバザーいたよねって言うのも変でしょ、で覚えてないかもしれないし、仮に行っていたとしてもですね、その細かい場所とかの分かんないし、バザーって言われても分かんないわけですよね。でこっちは磁石買ったって言っても覚えてないだろうし、もう本当に10年とかそのぐらい、10年弱ぐらいは経ってますからね。でも私は覚えていて、あのバザーの店番の男の子が高校2年生になってるぞ、私は同級生でね同じ学校にいると、まあクラスは全然違うんですけども、でなんかこう特別クラスとかがクロスするときに、なんかあいつ見たことあるなみたいな感じで、それでね本人確かめてないので、まあ、確定じゃないんだけども、ほぼ確定だなっていうのは、まず顔がすごく特徴あるんですね。ちょっとバタ臭い顔というかね、うん、バタ臭い顔というか、まあそうですね、ちょっとヨーロピアン系あるいは南米系の血が入ってるんじゃないか、ちょっと血が入ってるんじゃないかみたいな、そういう、ちょっとバタ臭い顔してて、でそれはね、小学校低学年の時から変わらないわけ、こいつなんかバタ臭い顔してるなみたいな、そういう、ね、印象を持っていて、それで体型とかもですね大体覚えていて、あこういう体型なんだなみたいな、まあ、特別大きいとかね、特別ね痩せてるとか太ってるとかじゃないんだけども、でもやっぱり
その人の特有の体型とかありますよね。はい。で、まあ物腰とか雰囲気もそうなんだけども、それでね、まあそれだけだったら他人のね空にってこともあり得るし、そのバタ臭いやつが地域にね何人かいても別におかしくはないわけ。はい。でもね、決定的に あいつなんだなと私は確定してるんですけども、したのはね、なんかその同じクラスってじゃなくても同じ学年でもですね、なんかこう情報が伝わってくるわけですよね。あいつはああいうやつなんだよみたいな、あいつはね、あれをやってるんだよ、趣味であれやってるんだよとかね、あれ趣味なんだよとか、あいつはあいやつと付き合ってんだぞみたいな感じで、あいつは彼女と付き合ってんだぞみたいな風にね、情報はたくさん来るので、でそのバザーの時にね、一回だけ店番の男の子がいて、高2であいつじゃないかなとずっと思っていたら、それと情報が来て、あいつボーイスカウトのやってんだよみたいな感じで言われて、ああと思って、やっぱりだみたいな感じで、でもう確定ですよね、ボーイスカウトをやっている。で私と同じぐらいのね年齢で、で顔もねその時見たまんま、その男の子が大きくなったような形でね、その店番の応対の仕方とかね、もう結構ねその特徴あって、それも覚えていて、やっぱり喋り方とかに出てるし、いやだからまあ地域も一緒だし、あいつがこうね高校2年生になったんだみたいな感じで、そういうね思い出がありますね。